Thank you.
はい、それでは YouTube ライブを始めたいと思います。ちょっと待ってね、これだな。まあ、今日も鼻炎が苦しいんでタオル持参で、まあ、やりたいと、こういうことですね。で、まあ、どういうことか言うと、今日は2021年6月の11日、金曜日と、こういうことです。まあ、金曜日だから、まあ、この辺は、この辺は、まあ、金曜日と。日本全国金曜日だけど、まあ、今日は、暑いと言っても、まあ、カンカン照りの暑さじゃなかったな。なんかちょっとね、雲があるって感じで。まあ、日陰に入ればちょっと涼しいってことはないけど、まあ、日陰に入れば、まあ、快適ということでね。6月も今年もね、もう半分すんじゃ過ぎて、1月からでしょ。1月1日からだからさ、ずっと6月半分過ぎたということやな。まあ、それであとは半分ということでさ。まあ、いいんだけどさ、別に。地球は回っとんだね。おかしなもんだね。地球って回りながらね。地球っていうのは回りながら太陽の周りを回っとるのかね、地球っていう。で、その太陽とか他の星いっぱい集めて銀河系っていうとかね、ものすごい何千億っていう星が集まったのが、こう、渦を巻きながら、その、回って膨張しとるらしいんだ。ちょっと見たことないけどね。そういうことらしい。で、今日ね、朝4時に散歩に出て、それでその、だいたい1時間ぐらい、まあ散歩ね、歩いて、それでその、王子っていうとこがある。王子ってどういう字かって、王様の王に子供の子ね、王子。そこはなんで王子かっていうとね、王子製紙って会社がある。ね。その、会社の、まあ工場すごいでかいんだよ。その一部に、工場の一部に、社宅があるわけね。でも、まあ、最近ね、人が住んでないみたいな。空き家が多いって感じの、社宅になってるんだけどね。ちょっと苦しい。なんかくしゃみが出そうでね。でね、そこの一部にコンビニがあるわけ。社宅の一部に。まあ、多分、その王子製紙の会社が、その、コンビニ貸し取ると思うんだけど、わからんよ。それはわからんけど。まあ、で、そこに、なんでかって言うとね、そこによく喋る、店員がいてね、まあ、見た感じ30から35くらいの、まあ、3歳の娘が一人おるって言っただけだな。まあ、そういう、よく喋る、ちょっと太ってるんだけどね、おるんだ。で、前の日に、SMS ってやつある。メールだわな。メール。ショートメールってやつかな。前の日だね。ないって言ったの。前の日に明日の朝は、どこのお店ですかっていうふうに質問するわけ。メールでね。ま、で、そのコンビニはね、5つ店舗がある。社長が5つ持ってるわけね。店舗。で、そこの従業員だから、
どこのお店に行くかわからない。まあ、休みの時もあるんだね。だから、前の日の、まあ、夕方だな。夕方に明日の朝はどこのお店におりますか、こういうふうに質問すると、まあ、大体、夜か、まあ、夜だな。夜に、明日の朝はどこのお店におりますって。何時までおりますとかね。何時からおるとかね。そういう、返事が来る。で、今日の朝は、昨日、まあ、返事が来とる、返事がもうすでに来とるんだけど、6時から、その王子のお店におりますと、こう来た。あれ、いいんだ。いいんだけど、まあ、4時に出発するでしょ。家をね、散歩に行って。で、1時間かかっていくと、向こう5時に着くわけじゃん。コンビニね。で、まあ、今ね、寒くないからね。外でね、外の地べたに座ってコーヒー飲んでる。で、Wi-Fi は使えるんだ。店の近くだから Wi-Fi が使えるわけ。その、コンビニの Wi-Fi がね。それで、その Wi-Fi を使って、まあ、YouTube とかいろんなものを見とったのね。そしたら、よく喋る店員が来た。そうだな、6時15分ぐらい前かな。出勤してきたわけね。でね、で、まあ、しばらくそこで、イートインを開けてくれるか。物がいっぱい、机の上に物がいっぱい売っとるんだよ。マスクとか、なんも。で、その辺をちょっと開けてくれる。そこに座ってコーヒーを続き飲んだと。こういうことなんだ。で、明日はどうなるんだって聞いた。明日はどうなるんですかって聞いたらね、明日は、ちょっと離れて、もうこっちから行くと近いってことだけど、こっちから行くと20分ぐらいのところの、コンビニに、6時までって言ったかな。と言ったんだ。まあいいよ、6時までで いいよ、そっちはそっち行くわって言って、5店舗あるコンビニで、その30か35ぐらいの店員が行くところに行くわけ。わけわからない。ちょっと待ってね。船山さん、こんばんは。お疲れ様でした。札幌市晴れ。外気温28度で良い一日でした。そりゃそうだな。まあ、本当に花粉症で、苦しいけど、まあ、今日は寝とったんだから、もう大体半分ぐらい寝とったな。まあ、うとうとしとった。まあ、こういう時はね、寝とった方がいい。だから、今日はまあ、今日はもううとうと話した。まあ、そういうことで。で、そのね、コンビニの、王子のコンビニで、YouTube 見てたらね、そしたらね、このアメリカから、日本に対して年次改革要望書っていうのが、ね、毎年来るわけ。こうしなさいっていう感じ。こういうふうにしなさい。それはものすごいたくさん書いてある。一つか二つじゃなくて、でーって書いてある。その、まあ、見たことないんだけど、そのね、アメリカから日本に対してこういうことやりなさいと。こういう年次改革要望書っていうのが、毎年来るわけね。ね、まあ、日本はこれで政治をやっとるわけよ。アメリカのためにやっとるんで、政治を。日本人のために政治をやっとるんじゃない。アメリカの要望に沿って、日本の政治をやっとる。年次改革要望書とこですね。まあ、これはね、ずいぶん前からね、そういうものがあるってことは聞いてたわけ。で、アメリカから要望が出るでしょ。と大体半年ぐらい後に国会で問題になる。それなんだとそれはって言ってアメリカが要望しとるから。で、アメリカにごまするやつが、日本政府が修正する仕組みになってるんでさ、そうなる。で、自分は今まで、今日の、まあ言ってみたら6時まで、ね、朝6時まで。今日の朝6時までね。こういうのもっとまあアメリカのいろんな企業とかいろんな個人がね、まあ
集まってさ、で、まあ、日本に対してこういうことを言おうかというようなことを相談してね、で、まあ、いろいろ、ああしろ、こうしろ、ああしろ、こうしろ、ああしろ、こうしろって書いて、それを、まあ、日本の、日本政府にも出すし、それから日本の有力者にも渡すし、まあ、いろんな日本の中のあちこちに、年次改革要望書っていうのを渡してるっていうふうに思った。思っとった。だから、日本はアメリカの言いなりということを言う人おるじゃん。まあ、自分もそう思ってるけどさ。で、その、言いなりの根拠が、年次改革要望書に沿ってやってるじゃないか。だからアメリカの言いなりなんだと、こういうふうに思っとったわけ。今日の今日まで、今日の6時まで。まあ、確かにね。そう思われてもしょうがない点もあるかな。あったもんね、過去にね。だけど、この今日、その、元財務省の、官僚、でも上の方だよ。上の方におったんだよ。で、まあ、その後、退職して、経済評論家みたいなことやったの。高橋洋一さんって人もあるわけ。まあ、その人は、財務省の中でいろいろ雇った人だよな。でね、その人がね、YouTube に出とってね、この、一つの例として、その、郵政民営化ってやつね。あれ、小泉内閣の時にやったんだけどね。竹中平蔵さんとかね、あの辺が、こう、一生懸命旗振りやってさ、選挙までやって。で、郵政の民営化ってやったんだ。で、その例を出して、で、その、高橋洋一さんという人は、その郵政の民営化の、まあ、中心的に、こう、いろいろ進めとった人だから、そこで、YouTube でね、聞いたアナウンサーみたいな人がね、その、年次改革要望書に出てるから、日本政府がアメリカの要望に沿って政治をやってるんですかということを聞いたわけ。まあ自分がそう思ってるったことを聞いたわけね。そしたら、この高橋洋一さんは何て答えたのかって、それびっくりした。それは、財務省の中心におった人やからね。まあ、嘘を言っとるって、いや、そうかもしれんけど、説得力あったんだよ。その言い方がね、言い回しっていうか。うん。で、こういうこと言った。その、年次改革要望書というのは、アメリカが作って日本に対して要望しとるんではない。高橋さんがそういうとね。まあ、自分が言ってるじゃない。あれはどういうことか言うとね。アメリカの日本に対していろいろ言って、それが実現したと言って、自慢したい人がおるんだ。アメリカにね。だから、日本政府としてって、まあ日本の自民党とかね、与党とかね、そういう人たちが、こう、なんかやりそうなことを書いて出すってこう言ってる。点数にしたいわけね。アメリカの一部のグループの、俺たちがやったんだっていう、その、成果にしたいもんだから、日本がやりそうなことをあらかじめ書いて出す。それが年次改革要望書だっていうわけ。言ってる意味わかるかな。ちょっと難しいけど。そういうことなんだ。だから一つの例として、その、郵政民営化の話をね、高橋洋一さんは言っとったんだけど、その、もう、20年ぐらい前から、郵政というのは行き詰まるんだ。もうそう、数字上、まあ分かってる。なんでかっていうとね、日本の皆さんから貯金を集めるでしょ？郵便貯金。で、その、郵便貯金を元に国債を買うわけじゃん。買ってるの、今もそうなんだよね。で、国債の金利と、郵便貯金として、この、皆さんに、
出す金利が一緒だっていう。ほぼほぼ一緒だ。ということは絶対これどっかで行き詰まるわけじゃん。まあ最初はいいけどさ。ね、だんだん最近は金利が低くなってきてるもんで、もうこんなもんは絶対行き詰まると高橋洋一さんは思ったらしい。財務省の官僚の時にね、郵政のその貯金、まあ大黒柱の郵便貯金は行き詰まりますってこう。で、もう昔から言っとったらしいんだけど、まあ、いよいよ、行き詰まってきて、で、たまたま、小泉内閣の時に、郵政民営化しましょうということになったわけね。だ、そういう、こう、機運が盛り上がってきたから、それをアメリカの、まあ、どっかのグループが見て、郵政民営化を要望してきたっちゃうけど、まあ、そのやることばっかり。どうかしなきゃしょうがないじゃん。もう赤字、利益で出てない。そういうものの積み重ねが、その、アメリカから日本に対する、年次改革要望書だっていう。高橋洋一さん、そう言って。いや、それ聞いてね。いや、ちょっとそれはね、そうかもしれんなと思った。まあ、全部がそうかと思った。ちょっとわからんけどね。ちょっと最近ね、それ一つね、朝ね、自分の考えをちょっと変えなあかんなと思ったんですよ。年次改革要望書についてね。高橋洋一さん、そういった。まあ、高橋洋一さん信用してるわけじゃないけど、そういう考え方もあるな、ということを知ったと。こういうことだ。次行くよ。大人のチャンネルさんが、大ニュースになってるけど、ビットコインを法定通貨にした、なんとか言うと、中南米の国がある、小さい国。だけども、メキシコもそれに続くんじゃないかと。それから、パラグアイも、それに続くんじゃないかっていうことね、言ってる。これね、一つやるとね、多分ね、続くと思う。次々と。なんとか言ったな、あれ。昨日忘れちゃった。まあいいや。それから、今日コンビニでね、腕時計のね、電池を交換する、まあ言ってみたら時計屋さんはどこにあるかっていうような話をね、まあいつもコンビニに行くおじさんと喋ってた。そしたらね、電池交換。腕時計の電池交換は森山区、これ名古屋市ね。名古屋市森山区のアピタの1階の時計屋さん、1000円でやってくれるっていう。本当かやねって。それで言うの。で、まあ、これね。これ露天商で、1つ1000円で売っとる時計なんだけどさ、40個ぐらいあったもんで、それずっと見てたらね、1つ動いてる。電池の、まだあるのが電池、時計跡。これ動いてるんだから。だから、ちょっと自分が使おうと思ってね。でね、ちょっとまあ、かっこいいなと思って、その40個の時計の中から、2つ、出してやる。もう、明日返すけどさ、露天商のおじさんに時計40個ぐらい返すけど、2つだけちょっと持ってるわけ。というのは、電池が交換できたらさ、ちょっと自分で使おうと思って、ね。まあ、1000円ならいいかなと思ってね。まあ、一つはこれね。これ、七図時計。それから、これ。まあ、これは別に何がいいってわけじゃないけど。この二つを、ちょっと、千円だったら、いいなと思ってね。で、電池交換して、動くようになれば、多分、2000円ぐらいでは売れると思う。だから、それ売ればいいんですよ。だから、森山
行って聞いてこいと、本当に1000円でやってくれるから。それから今日はね、散歩、朝散歩の途中でね、ビワっていう、まああれなんだろうな、果物かな、黄色いやつ、あれを10個目、7個ぐらいか食べました。散歩の途中で歩道にあるもんで、それ取って食べて、結構こういうの好きだから。それから梅もね、散歩の途中で拾ってきたよね、ちぎってきて、歩道にあるもん、誰も取らへんだ、あれだから自分が取って、これね、これが梅なんだ。ちょっとちょっと黄色くなってるけどね。これもうちょっと置いとくと、ちょっと柔らかくなるじゃん。この梅がね、これ5個取ってきた。まだいくらでもあったけどね。ほんで、これをここに置いといて、まあ、2、3日したら、ガリガリと食べると。食べると。こういうこと、ね。まあ、暇つぶしに食べるってことだよね。それから、あ、これね、これは、今言った時計、いろいろ見とったら、動く時計があったと。まあ、これね、これが動いとるってこと。電池の、まだ生きとる時計があったと。いうことで、これはもう、しばらく、電池が切れるまで使うと、こういうことなの、うん。それから6月12日土曜日、朝10時から自分の仲のいいね、72歳ぐらいかな、だから俺はあっちかな、自分より一つ上だけど73歳かな、その人が買って持ってる空き家があるわけ。今なんでそんな空き家を買うんだっち。いや、買うんじゃない。空き家なんかなんであるんだっち話だけど、それ話ずっと長なるで、話、今日はやめとくけど、その空き家の周りに、あれがある。庭。結構広い庭がある。で、そこ草がいっぱい生えてる。最近行ってないけどさ。この間、行った時に、隣の、自分と一緒ぐらいの年の、女の人ね、お母さんだわ、いたから、なんか、要するに空き家があるわけ。ね。こっちに、ちょっと、だいぶ自分より年上のおばちゃんがいる。で、こっちに同じ年の、お母さんがあるわけね。家がね。隣。で、何かあったら連絡してくれって言って、電話番号渡しといた。何かあったらね。たらね、もう一週間ぐらい前かな。草がだいぶ伸びてきてきましたよ。もう、買った方がいいんじゃないですかっていうような連絡が来たんだ。ほんでね、そりゃそうだろうと。それは、まあ、当然時間が経っちゃ伸びてくる。で、さっきね、出ましたの。その空き家の持ち主に、まあ、自分と仲のいい、面白い人やけどさ、草伸びとるらしいで、行くよって。日曜日か月曜日に行くよ、行こうぜって言ったの。そしたらね、しょうもない。日曜日はコロナのよ、こうワクチンの注射の日だから、嫌だっちゅうね。いかんっちゅう。ほんで、月曜日やったら、その影響でなんか熱が出たりするかもしれない。いかんっちゅう。もうそんなさ、そんなね、軟弱なやつがね、空き家なんか買っちゃいかんねん。だけど、まあ持ってるでしょ。みんなで。あれ、そうやって言うから、日曜日、月曜日ダメだっちゅう。じゃあその前に持ってきて、土曜日。じゃあ土曜日の朝10時に行くから、じゃあ草刈り機のエンジンの草刈り機ね、それ積んで、まあ行くことにした、うん、
で、買ってくれる。あ、で、隣の人に、連絡しとかな。明日行くから。なんでかって言ってね。横着にある。大体近所の人が。空き家をいいことにした。駐車場を自分とこの駐車場に使っとる。空き家があるわけじゃん。で、ここに、車だと2台ぐらい止めれる駐車場のスペースがあるわけじゃん。で、玄関があるんだけどさ。そこに、その辺の人が適当に使ってるわけじゃん。駐車場として。ほんで、その空き家の、自分の中のいいのは、ブツブツ言っとるんで、人んとこの駐車場を勝手に使いやがってとか言ってって言っとる。そうじゃ使えよなって、いや、いいじゃないかって言ったら、いや、そんなこと言うと気まずい関係になるって、気まずい、ことになるって言っちゃいかんで、そんなことはとか言って、そんなこと、そうだったら黙ってりゃいいやないかって言って。で、なんかで、スーって行った時に止めようと思うとないわけ。駐車場が、よそのは、誰の車か分からないこと待ってるんです。まあ、そういうことで。まあ、後からちょっと連絡してかな。明日行くから、明日10時ぐらいに行くからって連絡しとかんと。またそこに止めてさ、運転手おらへんとか、もう困っちゃう。連絡しとかな。よし、まあ、それで、それから13日ね。6月の13日は、名古屋の、ヤゴトっていうところ、高尚寺っていうところがあるの。そこで露店なんだ。まあ、ここはもうどうだろうな。4、5回は行ったことあるけど、ね、露店。でも明日、ちょっとね。13日日曜日だからさ、多分人出があるわな。休みの日は多いからさ、人がね。だから、まあそういうことで予定としてはそういうふうに続くと。いうことで、まあ、この時計は、これとね、こいつは電池交換して、まあ、使うと。いうことだけど、これがとりあえず動いとるから。いや、自分はね、時計をね、使うという趣味ないんだ。本当は時計、つけたくないんだけど、まあ、せっかくこれ動いてるのが見つかったからさ、これ使おうと思ってね。おる。そういうことだ。まあ、そういうことで、まあ今日はちょっと鼻炎で苦しいで、船山さんが言うようにさ、まあ早めに終わりますよ。まあ、最近。まあ、今度、夜の、露店ではまた、ギターで歌おうと思ってるけどね。うん、なんだった13歳の女子中学生が聞きに来てくれるんで、ね、嬉しい。露店のね、夜の夜店の時にね、中学生、女子中学生、かわいいよ、すごいか、もう子供だ、子供だね、まあ。子供と大人の中間ぐらいだな。それがその、来てね、ギター置いてあるとね、何ギター弾くんですかみたいなこと言ってる。いや、弾くよって言ったら、ちょっと弾いてよ、みたいな。そんなこと言う、まあ、中学生がおるわけだよね。で、おい、じゃあ弾いてよ、弾くよって言うんで、ちょっと待ったりやって言ってよね。弾くわけだ、露店で。日用雑貨を売っとる露店でね。で、そこで今度。こういう風にして歌うわけ。そうすると、その、中学生が喜ぶわけ。私は今日まで生きてみました。時には誰かの力を借りて、時には誰かのしがみついて、私は今日まで生きてみました。そして思っています。明日からも
って生きて肉だろうと私は今日まで生きていました。時には誰かを嘲笑って時には誰かに脅かされて私は今日まで生きていました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと読み捨てで弾いてやる。そうすると中学生だよ。でこうそれからそうそう自分はねユーチューバーだって言った。ユーチューバー。で、もう今の広告中学生早いでな。パパパパって見る。スマホ出してね、検索するでな、早いことって、それ。そのね、検索の仕方が早いの。え？何ですか？とか言ってさ、アカウントを言ってくださいとかなんか。そしたら、で、こうピッ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 って言って、あったって感じで、あ、すごいね。1400本も出してるのって言うんだよ。そうだよって言ったら、YouTuber。すごいねって言って、別の他の、中学13歳の中学生がさ、みんなにさ、ちょっと、来て、こっち来て、って言って、この人は YouTuber らしいよ。YouTuber ってどうしてそんなに人気がある ?YouTube すごいねとか言ってたら、次々とさ、一緒にここに立って写真撮るんで、YouTuber と今日写真撮ります。わけわからん。露店でさ、露店なんか、全然売るような感じじゃないで、中学生が来て、次々と写真撮る、すごいねで、もう YouTuber だって、みたいな。そんなね、絶大なる人気がある。YouTuber って何言っとる、あんただってできるやんけ。誰も、YouTube なんか誰もその何の資格もないし、性別不問、年齢不問、何の資格も学歴不問、誰でもできるやん。だけど、できんやん。いや、ほんで、名古屋の柴田さんが言うには、こういうこと言うんだけど、今度ね、今度7月の3日にあるのは、2回目の夜店が、店出す、申し込んであるから出すんだけど、そこにバッテリーの大きいやつね、17万円のバッテリーね、そのね、名古屋のある人が買った、17万円のバッテリーをポンと買う、そういう人もおる、世の中にはそういう人も。で、それ貸してやるよっていう。で、それ持っていくと、それね、1000ワット。1000ワットの電気が6時間か7時間ぐらい十分使えるっていう。そういうバッテリー、すごいバッテリーがある。今重さも、持てるんです。スーッと持てるんだけど。で、そのバッテリーがあれば、100ボルト電気があるんです。で、その柴田さんが、こういう Wi-Fi を持ってくるっていうんだ、家から。家に Wi-Fi がある。それ持ってくるわけ。で、そこに差し込むと、Wi-Fi ができるわけ。使えるわけ、そこの、露店で、夜店でね。で、そこで、その YouTube ライブをやれっていうんだな。まあ、簡単に言うとすると。YouTube ライブをその露店でやるんで、その、中学生や高校生がいっぱい来るわけじゃん。夜店だからね。で、来たら、インタビューするわけ。で、まあ、柴田さんが言うには、顔は出さん方がいいですって。未成年だから。未成年者は顔出さん方がいいって。声だけで。で、声だけでちょっとなんか、インタビューしてさ、その店の前でね。で、YouTube ライブやって、で、どうするとさ、
あの中学生がみんなに連絡するわけ。今私 YouTube 出てるって見てんって話。そう。絶対いいよ。それでさ、それやれっちゅう。柴田さんがそれやれっちゅう。まあそれいいなと思って。やろうと思って。で、チャンネル登録してくれたら、チャンネル登録、あの、中学生や高校生がチャンネル登録してくれたら、こういう紙のちっちゃいやつ、あの、コピーして持ってて100円って書いてさ、100円って書いてコピーするわけ。あの、30枚ぐらいコピーしてる。あの、30枚ぐらいありゃいいわ。で、それを渡すわけだ。チャンネル登録してくれたら、はい、100円ありますって。で、それは100円って書いてあるわけで、100円じゃないんだけど、その夜店で使え、なんか買えるわけ、100円のものが。まあ、100円のものいっぱい売ってるでさ、あの、いろいろね、引っ越しやな、片付けで、片付け作業で出たようなものを100円で売ってるわけで、まあ、いろんなものを取ったけど、で、その、中学生に100円券渡すわけで、で、その100円はもうよその店では買えん、何も買えん。その、そこの店で使えば、100円として。で、なんかそこに並んでるものを100円のものを持ってていいよっていう話や。それをやったらどうだっていう、柴田さん。柴田さん、やっぱりさすが頭いいなと。あの、ちょうどいい大学さんの弟子だけあって頭いいなと。で、それを、この人、だから100円ってやつを30枚ぐらいコピーして、だから渡してもすぐなんか買いに来るから。ぐるぐる回るからね、そんな枚数いらん。それ、やろうかなと思ってね。準備しとる。よし、それで、今日は、まあ、それで終わるか、まあ、今日はもう、家で苦しいんだよ。ずっと最近苦しいんですよ。もう、この、気候が、あれだな、雨はいい。台風がいい。うん、この音がおかしいな。なんか情けない音だな。ちょっとこの、やっぱり安物は、このカポチェとか安物だからダメだな。いいか。はい、まあそういうことで今日は終わりますわ。ちょっと早いけど。そういうことでよろしくお願いします。で、まあ、で、だから明日はできるようになっちゃったな。草刈りに行くことになったからね。よし、それじゃあまた3日ぐらい後に皆さん来てください。お願い、ちょっと待ってね。船山さんがありがとうございます。本当に。札幌20、でも札幌にしては気温が高い。でも、空気がさらっとしてるよね。多分なんか、じとっとしてないな。札幌は、さらっとしてる。よし、それじゃあまた皆さん来てください。